こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、アボカドのサラダ作りたいと思います。お願いします。アボカド1個です。ゆで卵1個です。ミニトマト1パック買ってきました。はい、お願いしますね。アボカドを切ります。アボカドもね、難しくってね、買うの失敗すると硬いし、ちょっとやわすぎると黒くなるのでね、微妙に買いづらいんですけど、あ、今日は大丈夫でした。種取ります。あれ、種をね、取ろうと思うんだけど、よいしょ、あ、取れた取れた。はい、種取りました。そしてボウルに入れていきますよ。ちょっと下にしよう、下にね。ちょっと種についたアボカドも取ります。もったいないので、よいしょ。はい、これはね、危ない危ない、おっしょ。アボカドはね、スプーンで取りましょうか。熟してたら皮むけるみたいけど、スプーンで取りますね。あ、これはいい感じです。食べごろ。アボカドは体にいいからね。よいしょ、栄養たっぷりでね、いろんな、よいしょ、あら、破けちゃった。はい、アボカドしました。これ切ってもいいんだけど、切ってもいいんだけど、スプーンでちょっと潰して、軽く潰しましょう。潰すっちゅうか、混ぜたらね、どっちみちね、よいしょ。はい、適当にしました。次はゆで卵を皮むきます。開けるからね、どっちみちね。よいしょ、白身も適当に切りますと。はい、そしてあとは、はい、アボカドと玉が入りました。あとミニトマトです。はい、今日はね、アボカドはね、わさび醤油が美味しいので、わさび醤油にしたいと思います。わさび醤油ね、お皿に、これなんで溶く、わさびを取って、これも適量ですよ。お好きなだけね。あんまり嫌いな人もいるかもしれない。わさび醤油です。アボカドとわさび醤油合うので、よいしょ。よく溶かして、これにマヨネーズもちょっと入れたらいいかなと思います。わ、ごめんなさい。卵とトマトがあるので、マヨネーズをちょっと入れますね。アボカドだけだったらわさび醤油だけでいいんですけどね。よいしょ。はい、入れました。これをですね、かけます。トマトとアボカドと
ゆで卵、これをお皿に取ります。はい、もうできました。あえるだけなので簡単です。アボカドとゆで卵とトマトのサラダしました。マヨネーズとね、わさび醤油でいただきたいと思います。トマトも卵もね、アボカドも栄養たっぷりですよ。それに美味しいですよ。ちょっと味見してみましょう。これ全部ね、渡して渡して美味しそう。トマトと、あ、美味しそうにできました。っていうか美味しいでしょう。いただいてみましょうか。あ、トマトも、トマトだけでも美味しい。アボカド、すごく合います。マヨネーズと醤油とわさびね、もうバッチシバッチシです。おつまみとかご飯、ご飯はどうかな。おつまみとか、パン食に合うかもしれません。美味しいです。でもどっちみち美味しいです。はい、今日も見ていただいてありがとうございます。プリンセスモナコでした。どうぞ、栄養バッチシですよ。